宮城市場、ストリートの連携は、そんな、勝手な価値生成は許さない、邪悪である、そんな壁を突破することを目的に発生したもので、現状での問題になる、不平等さを、かなり高度なレベルで抑制することができる。とりあえず、今、この方法論は必須。理由は経過を考えればわかる。これ以上の不平等さの拡大は好ましくない。どうかな。労働からでしか価値は発生しない。それはラーメン屋で働く技術者と、どうかな作用。その時、かつての輝かしいクリエイティブさ、そういうのは捨てねばならない。先駆も相応の労苦の末に、そこ、には至ったが、よくある話で、決していつまでも良い時代は続かない。最終的には依頼に対し、適当な労苦で答えないと価値は生成できない。物理だ。基本的には、それ、を理解しない先駆はいない。